木あさこです。タワーレコード渋谷店15周年ということでおめでとうございます。いや15周年ってなかなか長い年月ですけど、タワーレコード渋谷店が15周年っていうと、あれまだそんなにそんなものかっていう感じで、なんかもっともっとずっと昔からあの場所にあったような気すらしますね。その前ってあのビルもともと何だったんだろうとか思い出せないぐらい、今もうあそこはもうタワレコ渋谷店っていう感じで、あの渋谷のなんていうんですかね、あの目印みたいになってる感じですよね。15年前といえば私はちょうど19歳の時ですね。未成年で大学2年生だったかなぐらいですね。当時は学校の学食の中でアルバイトをしていて、で、ご飯を、ね、継ぐ係だったんですけど、ご飯を継いでる時にカーディガンズのライフが、ずっとかかっていて、確かその頃だと思うんですよね。で気になって、タワレコ渋谷店で買いに行った思い出があります。あの頃のことは、まあ、思い出したくないこともいっぱいあったりして甘酸っぱい感じというか苦い感じというか、すごく若かったなっていう思い出で、カーディガンズすごく好きだったし今も好きなんですけど、あの偶然お店でかかったりすると何とも言えない気持ちになったりして、音楽って本当に記憶と結びつくものですよね。そして、その時は、バンドをやっていたもののプロになるつもりは本当になくて、ずっとギターを弾いていたんですね。で歌ったことがなくて、で、そうですね、音楽は好きだけどまさか自分の仕事になるなんて想像だにしていませんでした、本当に。で、歌すらも歌っていなかったので、音楽は好きだし、就職してからもライブに行ったりとか、CD をたくさん買うような生活はずっと変えたくないなっていうふうに思ってたぐらいで、なので15年後の今こうやって、ミュージシャンになっていて、タワレコ渋谷店でライブができたりとか、そういうことを考えるとたった15年の間でこんなに変わるんだろう、本当になんか不思議な気持ちです。タワレコ渋谷店はずっと変わらない佇まいであるのに、私はどんどん変わって、しまったなっていうふうに思います。その15年の間に、CD を買うといったら、本当に一番近い、CD ショップが当時この渋谷店、タワレコード渋谷店だったので、本当にたくさん CD をここで買いました。なのでよく雑誌とかでルーツになっている音楽は何ですかとか聞いてもらうことがあるんですけど、その時に思い浮かべる音楽は、本当に幼少期の頃のものは除いて大学生の頃に吸収したものっていうのは、結構タワレコ渋谷店で買っている思い出が一枚一枚あって、だいたい CD ってどこで買ったとか誰にもらったとか、どういうふうに手に入れたのかって思い出すと、皆さんも思い出すと思うんですけど、私もそういうふうに考えるとタワレコ渋谷店 の、 2階とか3階とか4階とか5階とか6階とかで、あ、買ったなっていうふうに思い出すことが、たくさんあります。なので私の中の音楽のルーツみたいなものを作ってくれた、うちの、一人が渋谷店だなと思います。ノーミュージックノーライフ、モアミュージックモアタワー。